はい、どうも、ナックです。今回ですね、強にガロンデコ使って、ガロン？ガロンなんだけど、デコか普通なんか忘れた。強にガロンデコ使ってガチマッチ、ガチャサリですね、やっていきましょう。まあ、ここもね、まあ、とりあえずキルすれば多分いい感じに、まあ、進むんじゃないでしょうか。ということで、アサリやっていきましょう。はい、やっていきましょう。アーマ美術大学でガチアサリやっていきましょう。サブカーリングで、スペシャルがハイプレイですね。そう。でね、今日は本当はね、新武器のね、ソイチューバーカスタムを使おうかと思ったんだけど、まさかのランクが足りない。やばい。ランク28だったんで、まあ、多分、このランク上がったら、行きます。買いに行きます。うわ、マジか。あいつか。そう。名前わかんない。よし、じゃあ、まあ、こんな感じでカーリングね、色塗りつつ、僕ね、基本的にカーリングは好きなので、カーリングボンボンね。お、ナイス。行きましょう。あー、くそ。ジャンプしたのに。オッケーオッケー、ナイス。ナイス。いいよ、飛ぼう。お、いいね、アキさん落ち。いいよ。あ、なんなんすか、本当に。そういうとこは打つのは、ね、よくないと思うよ。てか、飛ぶのやめようか。飛ばない方が多分いいんだ。うん。よし、じゃあこれ一旦あれかな。相手に打開されたかもしれないね。あら、当たんない。ここから来る。来るでしょ。来ない。あ、来た。やばいやばい、当たんない。オッケー、2発当たったら死ぬんでね、相手は。ナイス。危な。ナイス。取れ取れ、オッケーオッケー。行くぞ。うわ、危な。うわー、もう当たんない、これ。リモコンだと全然当たんないな、やばいな。いつもだったらね、こんな調子じゃないんですよ。もっといいんですよね、調子は。で、1回3落ちしたから、ちょっと打開していこう、打開。よしよし。こんな感じでカーリング投げて、そこいるね。そこの裏。いない？あ、いないか。いるね。OK。危なっ。バケツはちょっと。で、ここはハイプレね。道を作る。オッケー、ナイス。でも、ちょっと俺、アサリ持たないと。いけられない。で、ここにもいる。オッケー。カモン。オッケー。リスキルしてたらいいんじゃないかな。後ろ抜けられてるね。戻ろうか。うわ、お前ここでハイプレ打つとかなかなか度胸あるな。あ、やられた。こいつは強い。よかった、よかった。いけるいける。うわ、マジか。やばいかもしれない。これ、一気に打開される。いや、でもあいつが先にシュート決めればいいだけ。よしよし、いいぞ。ちょっと待って。ルートがわかんない。あいつをなんとかしてね、破壊しないといけない。破壊最悪。ごめんのナイス。やめてやめて。ハイプレモと破壊したい。よし、ナイス。じゃあ俺あれ持っていこう。あ、A だ。あ、下手くそ。 OK。 うわー、マジか、くそ、ごめん。 OK。 あー、まずいな、これ。復活したら多分消えるもんね。消えちゃうよね。
その赤ね、おし、ちょ、チャージャー邪魔、オッケー、危ない、局者、ナイス、もうこっちに局者、うわ、危ない、まさかの上、うわ、当たんないやばい、弾が当たんない、やばい、これなかなかきついな。シャムゲームズ、なんか見たことあるぞ、この人。実況者じゃない、気のせい。多分気のせいですね。はい。ということで、まあ1戦目は勝ちましたね。やっぱりね、チームで導いていかないと多分勝てないんで。お腹すいたなぁ。そう、さっきじゃね、そいちばかさんの動画撮ると思ってさ、昼ご飯前にね、撮ってんだよ。オッケー、10キロや。ナイス。オッケー。いつもね、アサリは北斎でやるんですけど、まあ今回はこれだということで、お、もうすぐランク上がる、この動画の赤はソイチューバーカスさんかな、はい、箱フグ倉庫でガチアサリやっていきましょう。よし、箱フグはもう得意の中の得意なんでね、切ります。ただね、僕ね、思うのが、このコントローラーであのチャージャーが使えるのかっていう、そこですよ。しょ、5、6、7、上いない、いないか、7、何、横はせこい、 N ザップだよね、黒の子ですよ。うーん、あんなとこにいるのか、じゃあいいよ、よし、無視していきましょうか。まあ、多分そのうちハイプレでやると思うので、どうせ。無理状況をね、よくして、あいつに当たんない、ちょっと待って、お、なんか刺さった。オッケー、ちょっと待って、やばい。来てる。待って、当たんない、ごめん。本当にごめんやって。来てる、あーごめんやて、うわーこれきつい、ちょっと相手やっつける、なんで当たんないんだよ、なんか違うやつやってたし、オッケー、それ誰かそこのやつ持ってや、ちょっと道作って、オッケー、これ誰もやった、射程長、ジェットだね、ジェットじゃない黒か、ちょっと待って、ほんとつらいわ、ちょっと待って、なんか来てる、見ろってちゃんとエイムがしすぎる、後ろやっぱり来るんだよな、ね、やばい、クラブラがいる、強すぎる、オッケー、ここは僕がハイプレーで抑える、いない、いるでしょ、当たんないよ、ちょっと待って、クラブラせこい、もうちょっとさ、アサリのクラブラが強すぎるな、一気にね、しかもここ狭いからさ、一気に爆破されるんだよね、ほんとつらいわ、また多分こっから来るから、あ、くそ、こんな感じで一人で、ちょ、射程いい、球力使った方がいいかもしれない、だーは舐めてる、よしよし、ちょっと待って、これやばい、コントローラーが久しぶりすぎて持てない、ふざけんなよお前、めっちゃ強いんだけど相手、バカじゃん、10個入れればよかったのに、いや、それにしてもやばい、そこいる、ジェット、OK、そのセンサーでお知らせいらないんだよ、見ればわかるし、あと1回、OK、
忘れた。そんなにここら辺来そうだからさ。え、入ってないんか、下手くそ。やば。ちょっと、この試合ひどいな。なんか来る。しかもクラブラか。クラブラ本当にね。それなんだよ。やるやる、オッケーオッケー。いや、ちょっと待って、本当にさ。あかん、エイムが合わん。やばい。いや、これさ、ほら。ちっちゃい方でやるとさ、結構当たるんだけどさ、ほんとにさ、ほんとに当たんない。やばいやばいやばい、あいつなんか取った。オッケー、いけた。ちゃんとカモン。入れろ。オッケー、ナイスナイスだけども、ほらほら、そこら辺まとめてな、破壊してやるよ。破壊できませんでした、ありがとう。ちょっとな、96使って96使っていいかな。射程が短いわ。ちょっと96使います。使ったことないけど。いやー、5に射程が短い、思ったより。ジェットでもいいんだけど、ジェットはさ、四角だからな、なかなか当たんないしね、僕の M じゃ。お、12キルしてんのかい。おい。相手のやっぱりあの TB って人が上手かったの。TB だからね。あ、TA とか。とことん間違えていくスタイルね。はい。じゃあ、96にして、もう一戦やってみましょう。はい、山美術大学でガチャサリーやっていきましょう。さあ、96ガロンのデコかな。デコに変えてきました。あ、デコじゃないかもしれない。わかんない。あ、デコかな。もうわかんない。あ、射程が長い、最高。射程が長いっていいよね。僕いつも短、ね、短なんて短い武器しか使わないんですけど、射程が基本的に。待って、ダイナモの飛距離がやばい。ちょっと待って、それひどい、ひどいひどいひどい。ナイス。本当に、本当にやめて。あのジェットがいやらしすぎる。なんやなんや。やばい。ナイス。オッケー、やった。これない、これない。9。オッケー、朝に溜まった。はいはいはい。あー、ダイナモー。取りに行け、取りに行け、取りに行け、いけるいける。シールドか。ちょっと使いづらい。それ使いづらいぞ。でもね、もう一個の方ね、スプリンクラーだったんだよね。そしたらまだシールの方がいいだろう、ね、謎理論でこうなりました。上いるでしょ、上にいるでしょ、絶対いるでしょ。もう射程がみんな長い。ここから、え、スパチャク、嘘だ、マジか。無駄に使っちゃったな。いるいる。当たんない。本当に。ああ。まあまあ、こっちの方が有利してる。有利なのか。それならね、まあ。おい。集めた瞬間にやられてんじゃねえよ。知っとる。うわ。厄介すぎるんだよ、さっきから。ポイズンミストがさ、厄介すぎてさ、ちょっとね、ジェットせこいって。だから本当にやめて。だからね、ここら辺にシールド貼っといてさ、え、なんでやって、お前言ってんの。あ、
かん、ごめん無理と、うざい。いやもう壊滅的。ちょっとさ、キルはできてもさ、なかなか相手の射程の能力がひどすぎてさ、行かせるかこの野郎。ナイス。よし、ここ、そこに見る。じゃっ、ジェットセコいって、ほんまにほんまにジェットひどい。射程の暴力がひどすぎる、さっきから。はっ、シルダー貼っといて。サッカー本当に射程の暴力がひどい。なめてんのここの野郎。でね、短射程だといいんだけど、こう長射程だとさ、距離取らないといけないんだよね。それが難しい。いつも短距離使ってた僕からしたら本当に辛い。スパチャク溜まったから、上がれないんだって。上がらせろやボケ。取ってオッケー、ナイス。あとはシュート。ハイプルあったからいけるでしょ。いけないんかい。取れよ。なんやこいつ。パブロ邪魔。頼むって本当に。もうチャージャーでもいい。リッターはダメだろう。ヒッターは絶対弱いから間違いない。それは言える。最悪。相手の射程の暴力がひどいんだ。さっきからどこだ。見ろってバカ野郎。もうハイプレヒド、もうほんとクソですね。うん、クソだわ。敵がさ、敵っていうのもあるけど、味方さ、ほんとにヒッターいるのほんとにやめてほしい。リッターなどが打ってたやりに決まってんじゃん。バカなんかな。てかさ、射程の暴力がひどいんだって。10キル、10キル。圧をかけていこうスタイル。待って、これさ、下手したら B に落ちるんだけど、本当にやめよう。うん、ということで終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回ですね、動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。